ボイスチェンジャーがついてたりとか、エフェクターの操作がね、できるようになってます。吉田茂のオンライフでございます。 Q ボタンを押して聞くことで、実際に配信がされる音をね、このヘッドホンで確認することができるようになるけど、いわゆるケロケロボイスを作ることができます。こんにちは、音楽家の吉田茂です。今回はこちら、ヤマハから新発売されたライブ配信用ミキサー AG08 をご紹介いたします。今回ね、こちらヤマハさんからご提供いただきました、ありがとうございます。こちらライブ配信用ミキサーとして大人気の AG03M2、 こちらですね、や AG06M2 の最終進化版ともいえるミキサーでして、まあ見ての通りボタンもいっぱいでいろんな機能がついてます。 AG03 や AG06 でできていたことに加えて、さまざまなね、便利な機能やパワーアップした部分があります。今回の動画ではこの AG08 の概要と AG08 の特徴的な機能、そしてどのような人にとっておすすめなのかを分かりやすくお伝えしていきます。それではまずはね、箱開封からどうぞ。はい、では開封していきます。はい、こちらね、スタートアップガイドとなっていまして、詳しいマニュアルについてはウェブサイトからダウンロードして見るといった形になってますね。そして AG シリーズには恒例となってるんですけれども、 iPad アプリのキューベシス LE、 キューベース AI ですね、こちら DAW のソフトになりますのダウンロードコードが入っております。ウェイブラボキャストのダウンロードコード、こちらはポッドキャストなどの編集ソフトになります。そしてセーフティーガイド、パソコンと本体を接続するための USB-C のケーブル、 C 同士ですね、が入っております。そしてよいしょ、本体見えましたね。はい、こちらが AG08 本体と、今回ねアダプターがついてますね。電源自体はパワーソースというところで選ぶことができまして、 USB2.0 で電源を供給する場合と、こちらのアダプターから電源を供給する場合、2パターンがね選べるようになっております。ということで中身としてはこういう形となります。 AG03M2 と比較するとこのぐらいの大きさになってますね。実際に接続して特徴的な機能をご紹介していきます。はい、ではパソコンと AG08 接続しましたので、 AG08 の概要を見ていきましょう。見ての通り多くのボタンがあって、さまざまな機能がね搭載されています。今回は最初の概要として、特にねこう特徴的な部分をご紹介していこうと思います。まずこのミキサーの全体的な概要なんですけども、チャンネル1がここの部分になってます。でチャンネル1に今コンデンサーマイクをつないでいる形となります。でチャンネル1に対して結構新機能が搭載されておりまして、ボイスチェンジャーがついてたりとか、エフェクターの操作がねできるようになってます。エフェクター自体は AG03M2 とか AG06M2 とかにもあるんですけれども、そのねエフェクターのかかり具合とかを操作できるっていうのが主な違いになってますね。でチャンネル1プリセットといって、このチャンネル1に設定したエフェクターの状態だったりとか、ボイスチェンジャーの状態をね保存できる、機能がついてます。この辺も、後ほど詳しくご説明していきます。でチャンネル2に関しては割と今まで通りの機能で、ギターアンプが搭載されてるので、ギターの弾き語りとかされる方にとってはとても使いやすいチャンネルになってます。そして AG06 同様に、こちらにもファンタム電源がチャンネル1と同様に搭載されてますので、2本のコンデンサーマイクを使って配信することができるようになってますね。チャンネル2に対してコンプ EQ でアンプシミュレーターのオンオフで、エフェクターのオンオフができるような形となっています。チャンネル3、4に今パソコンの音が届くようになっていて、ここからパソコンで BGM を流して配信に載せたりとかできる形に今設定しています。それをチャンネル5、6に変えたりとか、チャンネル7、8に変えたりとか、そういうこともかなりフレキシブルにできるようになっています。でこちらが
まあ、合計8チャンネルの入力があるという形になっています。はい、今ちょっと側面お見せしてるんですけども、チャンネル1にマイクを入れてまして、チャンネル78には4曲の、ね、ステレオミニプラグに対応の端子がありますね。なので Android などのスマートフォンとか、タブレットとかをつないで効果音出したりとか BGM 出したりっていうこともすることができます。ちょっと箱開封の時も述べたようにパワーソースっていうのをここ選べるようになってまして、ちょっとこちら見えてないですけど、今 USB-C でパソコンと直接接続して電源供給しているといった形です。で、電源の部分なんですけれども、僕は今ねこちらの USB-C の電源供給しか使ってないんですけれども、パソコンによってはね電源供給が足りない場合が多いですので、基本的にはこちらの電源アダプターを使用してパワーソースをこちらにしてね、こちらにずらして使っていく形がより安心して使えると思います。はい、スマホをね使って配信するときも同様にこちらにねアダプター挿してパワーソースをこちらにして使っていく形にしてください。はい、ここがねサウンドパッドといって新たにね搭載された機能になってまして、効果音などを細かく出せるような機能になってます。後ほど詳しくご説明していきます。はい、こちらのねグレーの部分が出力のセクションになってまして、ここの部分をねかなりねパワーアップしています。 Q スイッチっていうのがこれがすごく良くて、これをねオンにすると配信先に乗る音のね確認ができるようになります。結構 AG03 とか使ってる人に質問で多かったのが、自分で聞いてる音だとリバーブの音が大きいんだけど配信先だと小さいとか、 BGM の音の音量バランスがわからないとかね、そういう問題があったと思うんですけど、この Q ボタンを押して聞くことで実際に配信がされる音をねこのヘッドホンで確認することができるようになるんですね。なのでそういう問題が解決できるっていう非常に便利なボタンがつきました。これめちゃくちゃ使えます。でですね、あとここが2個ね今回ねヘッドホンを出力して確認することができるようになっています。なのでね2人でねこう配信する場合にもかなりこの AG08 は強力にね、使える配信ミキサーになってますので、ぜひね2人で配信されてる方導入検討してみるといいと思います。ではチャンネル1にね新たに搭載された新機能の部分、はい、詳しく見ていきましょう。このねボイスチェンジャーっていう部分と FX の部分、そしてチャンネルプリセットの部分ねご紹介していきますね。まずねこのボイスチェンジャーボタンをねオンすることで、ボイスチェンジすることができます。で上の部分がピッチになってますので音の高さを上げ下げできる形になってます。はぁはぁはぁ、はいどうもこんにちは。こんな感じでねちょっと容疑者ボイスにすることもできますし、逆に高くすることもできます。はいどうもこんにちは、吉田茂です、よろしくお願いしますみたいな感じでね高くすることもできます。そして下の部分はフォルマントと言いまして声質を変えることができますので、ピッチとねうまく組み合わせながら声質を変えることができます。はい、ちょっと変えてみましょう。はぁ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 、はいどうもこんにちはこんにちは、はいどうもこんにちはこんにちは、吉田茂のオンライフでございます。吉田茂のオンライフでございます。高くすればするほど、女性っぽい声を作ることができますね。かなりね幅広い形で変化させることができます。なのでね、声バレとかしたくない方とかね、声を変えて配信されたい方、この辺の機能かなり使えるんじゃないかなと思います。これだけじゃないんですよ、ボイスチェンジャーとてもすごいんですけど、ちょっと画面を切り替えて、こちらね今お見せしているのが AG8 コントローラーというAG08 の専用のアプリケーションがありまして、こちらで細かいねエフェクトの操作だったりとか入出力のエディットだったりとかそういうことができます。はい、またこちらね別途動画作ろうと思っているんですけれども、こちらでボイスエフェクトのね細かい設定ができまして、とってもそれがねいいんですよ。この4種類のエフェクトがあるんですけど、この4種類のエフェクトを使うことができます。デュアルピッチ、ラジオボイス、トレモロ、ピッチフィックスと。はい、でなかなか全部面白いんですけれども、このピッチフィックスですね、これ欲しい人多いんじゃないでしょうか。これねちょっと歌ってみると分かるんですけど、いわゆるケロケロボイスを作ることができます。
ララ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  Speaking words of wisdom Let it be ooh, ooh, ooh. 今お聞きいただいた通り、こんな感じのエフェクトが簡単に作ることができます。歌う曲のキーを把握しておいて、で C メジャーとか、これを、例えば D メジャーとかいろいろ変えられるので、でやっていくといいと思います。これ使いたい人案外多いんじゃないかなと思います。でこちらのエフェクトの機能なんですけれども、 AG03 とかの場合もエフェクトのオンオフできたんですけども、さらに強化されてまして、オンするとまあもちろんリバーブがこちらかかってるんですけれども、はっはっはっみたいな形でかかり量をここで、操作できるようになっています。はい、結構これが今まではアプリケーションで側で操作しないといけなかったので、ここがすごく手軽に操作できるようになったっていうのが進化ポイントです。プラスここがね押せるようになっていまして、押すことでリバーブをかけたい場合とディレイをかけたい場合で、リバーブとディレイを両方かけたい場合、その3つを切り替えることができるようになっています。はで今ディレイに切り替わってます。でこれがディレイとリバーブといった形になっています。でここのコンプ EQ ボタンっていうので、コンプと EQ をかけることができます。はい、今までかかった状態でしたね。はい、でここの中身のかかり具合に関しては、先ほどの AG08 コントローラーでコンプや EQ のかかり方を設定することができます。はい、ちょっと今回は、ここには詳しく触れないんですけども、今後動画で追加していこうと思います。はい、では続いてこちらのチャンネル1プリセットというところを詳しくご紹介していくんですけれども、ここはチャンネル1に設定したものを4つまで保存しておいて、瞬時に呼び出すことができます。このプリセット1に関しては普通に喋る用の設定にしてるんですけども、2に変えてみて、はい、こんな感じで、ボイスチェンジャーにすぐに切り替えることができます。なので一人二役みたいなねもうできますよね。はあ、お腹すいたな。お前さっき食べたじゃねえかよおやつ。はい、これすごく瞬時に切り替わるのでめちゃめちゃ便利です。はい、で例えば僕なんかの場合は音楽配信のことを考えると、じゃあプリセットの3に先ほどご紹介したケロケロボイスみたいなの用意しておいて、 Let it be Let it be みたいな感じで演奏が始まったらプリセット3にすぐ切り替えて使うことができるとかね。で4には例えばバラード系の曲を歌う時とかのためにリバーブ深めのセットを用意しておく。はぁラララララララみたいな感じでね、こんな感じで瞬時に切り替えして使うことができるので便利な機能となっております。でもう一つね、新機能としてご紹介したいのは、こちらの部分サウンドパッドですね。そもそもプリセットで用意してくれています。ちょっと聞いてみましょうね。ここを上げることで聞くことができますんでね。はい、みたいな感じで、6種類の配信向けの効果音が入ってる形になりますね。はい、このままでも全然使うことができますね。プラスいわゆるこうサンプラー機能も搭載しているので、自分の用意したものに変えることもできるようになっています。自分の持っている効果音に差し替えるっていうこともできますし、新たに録音することもできちゃうんですよ。ちょっとやってみますね。はい、こんな感じで、ちょっとこうこんな感じでタイムラグが出てきてしまっているので調整します。この AG コントローラーでまたこういう感じでそれぞれのパッドの中身を調整することができて、ここの部分、今録音した部分ですね、カスタネットをで、ここを押すとこんな感じで、本当にサンプラーですねになっているので、始まりをねもう少し後ろにしたいので、ここにして上げて聞くとこんな感じになるので、で後ろがそんなにいらないのでこんな感じにしちゃって、そうするとこんな感じできる。はい、でセンドトゥー AG で本体に保存されますといった感じの流れでできます。よし、 OK です。6個分設定できたので聞いてみましょう。
はい、こんな感じで自分で録音した音をこのサウンドパッドにね保存しておくこともできます。はい、でサウンドパッドではデバイスからオーディオファイルを読み込むことも可能でして、ちょっとそちらもやってみましょうね。 AG-08 コントローラーの方から、まあ、パッドを選択して、で、ここまた行ってインポートファイルします。でここから自分のインポートしたいファイルをね持ってくる形となります。はい、今読み込まれました。で仕様としては30分までのウェーブファイル、フラッグファイル、MP3 形式のオーディオデータが読み込み可能で、そのうちの5秒までをパッドにアサイン可能となってます。なので BGM としては使えないんですけど、効果音としてね使えるといった形になりますね。はい、で読み込まれたので、また同様にちょっと編集してこんな感じできたので、 Send to AGするとパッドにアサインされますと。はい、でここ押すと流れるといった感じの仕様になりますので、自分で効果音ファイルお持ちの方も手軽にパッドにアサインできるといった形となります。さらにね触れていきたい部分があるんですけども、ダッカー機能といいまして、例えばですね 3,4 チャンネルで BGM 流している場合、チャンネル1または2でつないでるマイクで喋り始めると、その BGM が下がるといった機能になります。はい、じゃあちょっと今チャンネル 3,4 から BGM を流してみます。はい、どうもこんにちは、音楽家の吉田茂です。こんな感じ、このダッカー機能のかかり具合も設定することができます。今お見せしているここのダッカーというところで AG-08 コントローラーで細かく設定することができます。こんな感じで喋ってる間 BGM を自動で下げてくれると。はい、こちらのレンジを操作することで声が入った時にどれだけ BGM を下げるかとか、喋り終わった時の BGM の戻る速度だとか、声がねどれだけ入ってきた時に BGM を下げるかみたいな細かい設定ができるようになっています。 BGM を使う配信者だったりとか、ゲーム配信者の方とか、まあ多くの配信者の方にとって強力なね機能になっていると思います。はい、ということで AG-08 の特徴的な機能だったりとか、パワーアップした部分についてご紹介してまいりました。まあ、まだまだね、紹介しきれない機能がたくさんあるので、今後の動画でね、ご紹介していこうと思っております。はい、最後にねまとめていこうかなと思います。まずね、めちゃめちゃ進化してますね。ご紹介してきたボイスチェンジャーの機能であったりとか、ディレイリバーブとかかなり細かく設定できるようになっている点、プリセットも保存できる点、そしてかなり柔軟に配信するチャンネルを選んだりとか、どのチャンネルもミュートできたりとか、もうできないことはないんじゃないかと思うくらいに機能的でありパワフルなね配信用ミキサーだなと感じました。やってみて思ったのが、音質ねかなり向上してますね。マイクの入力の部分であったりとか、自分でねモニターしていてかなりクリアになっていて、使っていてすごく気持ちいいミキサーだなと感じました。そして結構コメントとかで触れられることが多かったんですけど、 AG-03 とかヘッドホンしてモニターすると結構このサーっていうホワイトノイズが大きくてうるさいみたいなコメントもらうことも多かったんですけど、それもかなり軽減されています。最大とかにしてしまうとホワイトノイズ乗ってくるんですけれども、そういうところが気になる方も、満足できる出来になっているなと感じました。で、どういう人がこの AG-08 をおすすめなのかというと、まあ、今回ご紹介してきた新しい機能を使いたい人はかなりおすすめです。そしてAG-03M2 とか AG-03 の旧式とか、あとまあ AG-06 とか使っていた方で、もうちょっとこうクオリティを上げて、音質の部分でもそうですし、効果音とか加えたいとか、その配信にもだいぶ慣れてきて、もうワンランクアップ配信のクオリティを上げたいと思っている方にとてもおすすめの機材です。あとね、2人で配信される方にも特におすすめですね。モニターも2つついてますし、マイクのチャンネルも2つついているので、全く問題なくね、配信できると思います。なので基本ね、AG-03M2、AG-06M2 でできてたことは全てできて、そっからさらに機能が追加されたり、音質の部分や入出力の部分がパワーアップしたというふうに捉えていただけると分かりやすいかなと思います。
すでにね AG03M2 だったりとか AG06 持っている方でも全てねこの AG08 が網羅しているので環境移行する際に困ることはありません。なので、配信に慣れてきてもっと環境をねランクアップさせたい方、こちらのね AG08 検討してみるといいと思います。気になった方はね概要欄にリンク載せておきますのでぜひねチェックしてみてください。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。今回はヤマハの新発売されたライブ配信用ミキサー AG08 についてご紹介してまいりました。本当にね機能が豊富で僕もまだ把握しきれてない部分があるので今後たくさん触りながらこの AG08 についての動画を出していこうと思っています。で、この AG08 メーカー小売価格が 96,800 円、そして今回僕がご紹介したのはブラックのカラーなんですけども、ホワイトのカラーも用意されています。概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。そしてね皆さんもねすごい気になる部分多いかなと思いますので、どんどんねこういうことできるんですかみたいなところもお気軽にコメント欄にいただければと思います。今回触れられなかった細かい部分の使い方であったりとか専用のソフト AG08 コントローラーについての動画は今後出していきますので、ぜひご期待いただければと思います。そしてね、この動画がね、少しでもね、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、スーパーサンクスのご支援をよろしくお願いいたします。それと僕ね、SNS、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、そちらも概要欄のリンクからフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。